こんにちは、心理カウンセラーの高森です。今回のテーマは理由の定まらない不安に圧倒されるです。カウンセリングをやっていますと、強い不安を訴える方がいらっしゃいます。例えば天災、事故、あるいは健康上の問題、自分は心臓発作に見舞われるんじゃないかとか、癌になるんじゃないかとか、もうとにかくいろんなこう破滅的な結末をこう予想させるような、そういったことでいろんなジャンルにわたって次々不安になっていくというようなことがあります。これは一つ一つの不安要素について話し合っていってもなかなかこう埒が明かないといいますか、もぐら叩きのような状態になってしまうんですね。で、私の経験ではこれはこの実際の何かが本当に問題なのということではないようです。その方にとっての具体的なおっしゃっていること自体が本当のテーマではないように思います。で、大切なのはそこで語られていないような不安なこと、きついことっていうのがあることが多いです。つまり数々の不安要素っていうのは本丸の自分自身の辛さ、不安といったものから自分を守るための守りっていう感じもいたします。ですからこういったケースは本当に不安なことは何ですかといきなり問いかけたとしても、ご本人自体自覚していらっしゃらないことも多いですから、時間をかけてゆっくりそこにまずは向き合えるような強さを作っていくということが大切になってきます。ご自身だけでこの問題を解消するということはなかなか難しいと思います。もちろん一時的には精神科クリニックの方でこういった不安をご相談されたら、抗不安薬と言われている薬が出ますので、飲めば一時的には楽になるということはあるかもしれません。ただ根本的な解決にはなりませんので、もしこういった止めどない不安、いろんなことに対して不安で止まらないっていうような状態にあるようでしたら、これはじっくり感染の中で取り扱って本番のところを解消していくっていう手順が一番近道になるように思います。ご参考になれば幸いです。最後までお聞きいただきありがとうございました。